皆さんこんにちは。長屋のロースから新しい元気発信お総サイドル OS のアミゴコトラスカアミです。今日はですね、満潮寺通りのここにコーヒーのんのんという看板があるんですけど、喫茶店に今日は行きたいと思います。ここは満潮寺通りの店なんですけど、このね、ちょっと裏路地というか、なんていうの、細い道、大津の隠れ家的なコーヒーショップです。では行ってみます。それでは中に入ってきます。失礼します。レトロな雰囲気ですごい好きな感じです。メニューがこちらこっちのモーニングで、これが普通のメニューですね。ありがとうございます。モーニングは11時までです。はい、で今は11時前なので、バタートースト大好き、モーニングにしよう。一番おすすめは何ですか？飲み物で。飲み物常連さんとかだとやっぱコーヒーとか。そう、常連さんはホットとかオーレの人が多いかな。レモネードとか今だとちょっと暖かくなってきたから、レモンスカッシュとかも出るし、まるっとレモン1個絞っているから結構で酸味が強いかも。バナナジュースもまるっと1本入れてて、うちはバナナジュースはバナナ凍らせて牛乳とミックスするだけのシンプル。じゃあバナナジュースにしますはい、ソーレのシロップなしで、卵の方でお願いします。さきちゃん、お貸していただきますね。はい、ベウレです。はい、嬉しい、モーニング。じゃあバナナジュースと、じゃあカフェオレ。はい、優雅な朝では、バナナを1本使ったバナナジュース、いきます。おいしい。これ砂糖使ってないってことですか？使ってない。甘い、めっちゃ甘いです。おいしい。バナナと牛乳しか入ってない。体に優しいですねパンも絶対に美味しい。ハムとバターがじゅわーって出てくる感じが最高に美味しいです。染みる。カフェオレが、カフェオレが染みます。朝の。バターが違う。ってなります。うまい。殻むいてあるの嬉しい。いただきます。程よい半熟。これ名古屋だけなのかわかんないんだけど、ドリンク頼んだだけで、このモーニング、これとこれが、パンとゆで卵がついてくるっていう、この喫茶店。ザ・喫茶店っていうところがいいですね。やばい、お塩かけたいと。おいしいです細いスプローですっても、なんかこうつぶつぶとかがないから、滑らかになってます。いや、私も家でバナナジュース作るんですけど、絶対なんか冷凍させる
冷凍が大事なんですね。冷凍させてミキサーかけると綺麗に混ざると思います。バナナは外が真っ黒けになるまで置いとくと。え？もう全部じゃなくてもいいけど黒くなる。甘みがすごい増すから、ジュクジュクになるを冷凍してすると。やってみよう。ジュースにするには普通のがいい。いいこと聞いた。なんかお店の方のね、愛がこもってるので、より甘みが増しております。ぜひ皆さんも食べに来てください。やん、アメン。ありがとうございます。もう一回そのコメントいいですか？多分切れました。すごく素敵なお二人で、とても温かい喫茶店なので、皆さんもぜひコーヒーショップのんのん、ぜひ行ってみてください。